ご清聴とちょうどよくマヒアでご利用ください。いつもご視聴ありがとうございます。今回はバージョン 2.0.0AP で情報修正された青のノーマル 5K と竜の覚醒を組んで使っていきます。成長させた尊権厨房にマヒアの凶暴をかけて敵部隊を確実に仕留めるのが狙いです。それでは対戦よろしくお願いします。戦場じゃ信じられるのは自分だけなんだな。まさに不平だ。よく来た。我が領域へ。迂闊だった。はあ、てめえよ。おれ。私の言う通りにすればもっとうまくいくわ。我らが波動は我らの手で作る。剣で決着をつけるぞ。行けねえ。もうすぐ虎の目から逃れられると思ったか。剣で決着をつけるぞ。流派発動。身の型前期解放。マイキを頼む。
死んだふり、バレたか。虎の目から逃れられると思ったか。信じて待っている。敵はなかなか手ごわい。邪魔者は一人残らず消そうか。流派発動。二の方。こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めはあるのに。未熟でやった。我が突撃は阻めぬ。流派発動。三の方。マイキよ、たまえ。敵はなかなか手ごわい。上には上がいるということが分かったようだな。2戦目のお相手は即地入りのエルヴィン・リボクデッキです。攻めるタイミングで即地の投下の控除を使われて、ラインがうまく上がらない展開や部隊が揃わず攻めれない展開は避けたいところ。尊権中防さえうまく成長させられれば、あとはマヒアで部隊を取って城を殴るだけです。それでは対戦よろしくお願いします。戦場じゃ信じられるのは自分だけなんだな。うかつだった。まさに不平だ。突撃。この機を逃すな。無駄ですよ。無駄ですよ。突撃。無駄ですよ。無駄ですよ。流派発動。一の方。突撃。うわ、助けてくれ。無駄ですよ。
誘導を使う。北進、北歴、関東、要の配置に。私の言う通りにすればもっとうまくいくわ。剣で決着をつけるぞ。さあ全軍退却です。死んだふり、我らこの気を逃すな。流派発動。身の肩。突撃。うー、助けてくれ。しばし身を隠します。私の存在が国を乱すのですか。突撃。無駄です。わかんない。でも天気解放。死んだふり、バレたか。流派発動。三の方。邪魔者は一人残らず消そうか。誘導を使う。北進、北歴、関東、要の配置に。戦機解放。無駄ですよ。私の存在が国を乱すのですか。さあ、ひどい。全軍退却です。肝心営が猛攻、阻むものなし。この機を逃すな。しばし
身を隠します。我が突撃は阻めぬ。恐れとして刻んだか肝心への雄炎、その猛威を。